どうも影やんです。今日はですね、沼にはまるということについてお話しさせていただきたいと思います。沼にはまるっていうのはですね、本当に沼にはまるということではないんですけども、その沼にはまっていくとどんどん沈んでいきますよね。沈んでどんどん下にこう、落ちていく状態になるんですけども、そういう状態のことですね。でそういう状態になるっていうことが、面白いというところですね。その沼にはまっていくこう面白さというかね、そういうものをこう感じると、どういうことかというとですね、僕のお店のお客さんでですね、ウイスキーが詳しい方がおられてですね、そこからですね、僕はウイスキーの沼にこうはまっていく、状態と言ってもですね、まだ沼にはまっているほどはまってないかなと、まだ表面上ぐらいの感じですね、なんですけども、その最初はそのハイボールの作り方ね、美味しい作り方、そのためのウイスキーは何やと言ったら、デュアーズホワイトラベルでハイボールを作ったらいいと。で、氷をまず入れて、ウイスキーをこう入れますよね。氷を入れて、コップにね、氷を入れて、でウイスキー、ドゥアーズホワイトラベル、ほんで、そのウイスキーを冷やすと、ちょっと冷やして置いておく。で置いておいて、その炭酸も強炭酸ですね、強めの炭酸をこう入れると。それもですね、氷になるべく当てないようにそろっとこう入れていって満タンにすると。ほんで、いっぱいになったコップを、混ぜるんですけども、それもね、その混ぜるのもちょろっと混ぜるだけでいいと。それで飲むと美味しいということをお聞きしてですね、ほんならやってみようかなと思ってやってみたらうまかったと。でうまかってですね、そのおじさんちょっとそっからね、そのウイスキーの話をよくしていただけたんでですね、ちょっとウイスキーに興味持ってきてですね、じゃあストレートで飲むんやったら何がいいかとかね、その前にその時、ジョニー・グロー持ってきていただいたんですね。なんかほんで飲んでみてください言ってくれはって、ほいでジョニー・グロー何で飲んだらいいんですか言ったらストレートって言わはって、ストレートウイスキーのストレートなんか強いしなと思ってたんですけども、そっからそのジョニー・グローのそのいただいたものをね飲んだらね、むちゃくちゃうまくてですね、あそうかウイスキーおいしいんや思って、ウイスキーストレートとハイボール、ほんでジョニー・グロー飲んで、そっからですねいろいろ聞いていって、ロックですね、ロックやと、グランダッドを飲むで飲んだらどうや言わはって、グランダッドを飲んだり、ほんでストレートやったらジョニー・グローじゃなくてって言ったら、その、グレン・リベットですね、グレン・リベットをこう飲んだら美味しいんじゃないかとか言って飲んでいって、でそっからですね、ちょっとウイスキーにちょっと興味持ってきたんでですね、そのウイスキーのことを喋ってるラジオがあるんですね。ウイスキーのラジオがあってですね、それをね、聞くようにしてると。で聞いてですね、ほんでその、歴史とかそういうこういうことからこういうふうになったんやよとかいうことをこういろいろこう勉強じゃないですよね、もう話を面白く聞いてるというか、雑学ですねみたいなところなんですけどね。ほんでブックオフ行ってね、ちょっとウイスキーの本なんかこう歴史とかいろいろ書いてある本買おうかなって見に行ったらですね、ちょっとなかったですね。でその時は焼酎のこと書いてある本があったんで焼酎の本買ったんですけども、そういう感じでね、まだまだその初歩的というか、まだ表面上ぐらいなんですけども、そうやってこうウイスキーがこう一つあるとするとですね、それの沼にこうはまっていくような状態、ウイスキーはだからあるその沼ですね。ウイスキーが沼なんですが、その沼にこう自分がはまっていくという形、こういうものをたくさん作るとですね面白くなってくるというところですね。ほんで、あるお客さんもですね、その言っていただいたのがチーズですね。でチーズもちょっとね興味を持ってる、これもまだ表面上言ってもまだまだその言うたらスタートラインの準備体操してるぐらいの感じなんですけども、そのチーズに関してもちょっとこう興味が少しあるかなというところですね。で僕の商売であるその、施術ですね、ボディケアの施術なんですけども、その辺に関してはですね、やっぱりこうその生態というものがあったらそこの沼にはやっぱハマってますよね。でこういろいろねこうまあ、テクニックとかそのやり方直すという言葉は使えないんですけども、そういうことができる、良くなるようにできるようなこう、ものをこういろいろ探したりするんですけども、やっぱりね一番は普段のその人自身のセルフケアというか、それがすごく大切やなというふうに思っております。で僕はもうセルフケアにこうどうですかね、こう1ヶ月ぐらい、1回たたへんぐらい、1ヶ月ぐらいですかね、じゃあ3週間ぐらいかな、こう取り組んでずっと毎日こう木曜日以外やってると。でやっぱセルフケアが重要やいうのがこう重要であって、僕はジョギングした時にセルフケアをすることによってですね、だいぶその体に柔軟性が出て、その体に負担がかからないということが分かってで、これは自信を持ってお客さんに勧められるなと思って、そのセルフケアとかですね、もう整体施術であったりとかですね、僕は基本的に今のところボディケアなんですけども、整体施術の方であったりとかですね、あとドライヘッドスパですね、そっち側の方であったり、あと健康のことであったりとか、まあ、健康全般ですね。だから、健康に関する情報とか、それを試してみることとかいうことはすごくこう積極的にこうやっていると。そんでその情報源もいいようにこういい情報に触れることができている。もちろんちょっと有料の情報ではあるんですけども、有料の情報であったり、あと本を読み進めることであったりとかですね、そういうことですね。あとはまあ、今ちょっとこう、まあ、これもまあまあ、スタートラインのスタートは切ったぐらいですかね、空手ですね。で空手というよりはもうちょっと大きなこう、括りとして武道ですね。武道としてこう捉えていくということで、その空手をやりながらですね、そこと並行してですね、古武術というものがあるんですけども、そっち側へこう進んでいきたいなと。そっち側というか両方こう並行にね進んでいきたい。で古武術はまだほとんどその、無料のね、そういう動画とか、あとちょっと、そうですね、そういうもんですね。大体無料のものでしかまだちょっと触れていない、自分がやってるのはそういうレベルのものなんで、これからどんどんこう推し進めていきたいというところでですね、そのまあまあ健康に関すること、武道とかそういうこと、体の使い方に関すること、まあ大きい括りで言うと体を動かすことですね。まあ、体だけじゃないですね、健康に関してはいろんなことである。そういうところの沼、大きな沼にはこうはまっていっているかなというところですね。うん、でだからそういうこう沼が何個かあって、その何個かの沼にどんどんこうはまっていくことによってですね、こう面白いですよね。その沼にはまること、沼にはまれるような沼を見つけること、これがすごく面白くなっていくことになっていくかなというふうに思います。でまあまあ、例えばお笑いとかやと、こうお笑い番組というかそういうことにはまっていってる人は結構、中にはいるんかなと思いますけどもね、僕がこう今ちょっとこう活動はちょっと止まってるんですけど、アナーキーポケットというですね、劇団というかね、まあお笑いコント劇団みたいな感じですかね。まあお笑いには限らんでもいいんですけども、基本的にそういうものをちょっとやってた時があったんで、そっち側もねちょっとこう、ハマっていきたいんですけど、もう時間が正直ないですね。そっちまで行く時が、まあたまにねこうなんか思いついたらこうメモするようにはしてるんですけども、そういうことですね。その辺ですね。あとはちょっとこう自分のやりたいそのボランティアというかね、そういう社会貢献活動的な活動というかね、社会貢献できるようなことでちょっとこう形にしたいものっていうのはあるんですね。でそっち側もこうやっていきたいと。でだから結局そういうこと、いろんなことにちょっとハマっていってる、でハマっていくためにはですね、自分のこう活動できるエネルギー量というかね、そういうものを高めておかないとですね、エネルギー切れになってもう何もやらんようになるんで、それが一番もったいないと思うんでね、それができる自分になろうとは思ってますね。ということで今日は、沼にはまるということですね。そのことについてお話しさせていただきました。では今日もよしあでいきましょう。どうもありがとうございます。